鶴田町3414より BD です。チャヒです。はい、ということで本日はここ鶴田町よりお送りします。よろしくお願いします。お願いします。そうですね、はい、チャヒー君、はい、ここに並んでいますが、はい、いやこれあれですね、先日、はい、購入したコッペンですね、はい、いい色してますね、こうやって見ると、はい、いや本当にこれ買ってよかったなって僕は思います。この色で、うん、最初黒欲しかったですけど、確かに黒をね、はい、すごく最初は言ってたけど、はい、最終的にこれですからね。そうですね。まだなんかあんま履いてないですね、これね。まだ1回しか履けてないですよ。いや、すげえ綺麗ですね、はい、いやでもこれね、はい、私、はい、これ3ヶ月履き込みました。この前サイド5は何がおすすめですかからの、はい、購入、そして3ヶ月、はい、まあいろんなのをね、まあブーツ履いたりしてるんですけど、はい、ちょっとね、やっぱサイド5話っつうのは、サイド5話でいいんですよね、まあ俺サイド5話っつうのもね、サイド5話っつうのは、はい、もう玄関にあると、はい、もうコンビニ行く時とか、はい、あともうどうでもよく早く外出たい時、いや本当楽ですよね、もうサンダル感覚でこれいけるんですよね、はい、本当に。それなんで、はい、ちょっとね、もう扱いがなんつうの、紐靴ってなんつうんだろうね、その座って、はい、こう縛っていくときになんか、まあ、気合が入ると言ったらなんですけど、なんか確かに気が引き締まる思いみたいなのあるんですけど、はい、こいつはね、そういう思いなしで、ね、もう外出ちゃうんで、本当サンダル感覚です。サンダル感覚なんで、ちょっとね、だから思ったことが、はい、中古靴とかあるじゃないですか、まあ、ネットとか、まあ、いろんなところで、はい、でもこういうの買うなら中古ではいいと思うんですよ、はい、あともうモンキーブーツとかも紐でやるやつとか調節できるやつ、調節できるやつは、はい、中古で、はい、これは俺ちょっと買いたくないなと思ったのが、はい、そんくらい適当に履いちゃう。だから丁寧に履くというよりかはもう、はい、手使わないでもこう足で踏んでぐにゅってこう入れていっちゃう時もあるぐらい、はい、もう適当な履き方ができちゃうんで、はい、ちょっと中古靴買う時サイド5はちょっと注意だなって勝手に思って、うん、さっき思ったんですけど、はい、まあちょっとね、これどんな感じの経年変化か、なんかまあなんつうの、シワがすごい入りましたよね、これ。やっぱこれ最初はね、なかったシワが、はい、ちょっとこのすごい蛍光灯で光りまくっちゃってますけど、まあ、こんな感じで光沢もいいですね、これ光沢いい感じで、はい、この後ろもここら辺がボロッとなってますね、これ金具もだいぶ金具がね、もう日々入って、はい、これ割れてきてますからね。うおこちゃんゆうくん、まだあんまり、はい、履いてないから、はい、痛感することないかもしれないですけど、はい、あれですよ、この金具、はい、この金具、はい、コンビニめちゃくちゃ滑りますよ俺コンビニで一人スケートリンクしましたからね、はい、つま先で行っちゃうとズルーって行っちゃう、つま先で行くと、はい、スッて滑って、はい、かかとでキュッて止まる感じですかこの滑りを、この私で言ったらこのキャッツポーですか、はい、このキャッツポーが止めてくれるんですよ、はい、だからこんだけもうキャッツポー減っちゃってるでしょ。あら、もうこれポーなくなっちゃいますよ、これポーなくなっちゃう、ポーが僕のは違うんですよね、これそれ ローリングダブトリオが新しく作ったやつですよね。はい、なんかすごいです、減りが遅いっていうか、ちょっとキャッツポーより固くしてる、はい、固くしてるらしくて、まあでもそういう改良、はい、まあ、キャッツポーが今だからあれでしょ、なんかなくなっちゃうみたいな感じでしたもんね。はい、でまあこれね、だからもうちょっとなんかこうつま先とかなんか今もすげえ汚いですよね、俺のこれなんか色なんか白くなってる、なんかで、はい、だからこんだけ適当にガシガシ履いちゃってるわけですよ。だから、はい、絶対なんつうの、玄関にあっても履かないブーツって言ったらですけど、そんな1日1回履かないじゃないですか、絶対、はい、でもこいつは1日1回絶対履いちゃってるんですよ何かの時にちょっと外出たい時とか、まあ、下とかにまあ車が止まってるんですけど、はい、1階がうち車なんですけど、はい、あ車になんか忘れてたとかですぐなんか取り行きたい時はもうこれ、はい、もうこう履いてもうこのまま出てって、はい、だからね、やっぱこれはもう、まあ、3ヶ月履き込みとかよく言っても履かない日とかもあるじゃないですか、うん、こいつでも3ヶ月言ったら毎日履いてたんじゃないかなって、履かない日はない、そう、履かない日はない、そして、はい、適当にめっちゃ履いてでも味がちゃんと出てきて、なんかいやすごいかっこよく育ってくれてるなみたいな、シワの入り方がかっこいいですね。そうですね、まだちょっとこのこれ割れてきたらあれなのかな、交換、まあ、これね、まあ
俺最初もう外そうか迷ったんですよね。なんか取っちゃう人もいるって、うん、いろいろ傷つけそうだし、はい、あと一番俺が滑っちゃってたんでちょっとコンビニのさーって一回滑った時にちょっと、はい、まあ恥ずかしかったんで、はい、まあ、今はなるべくそのつま先のここをねつかないように、はい、あのコンビニでは歩いてますけど、まあちょっととりあえずこれはぶっ壊れるまではこれで行ってみたいかなと思いますね、はい、まあでもこっち右足の裏のキャッツポーはまだこれ白いの残ってますね。ああ。なんかこいつまだ生きてますね、はい、でもこっちのキャッこっちのなんつったんですかね、ポーはもう一度なんかポーしそうっすね、はい、これポーがポー、ポーがポーしそうまあでも、はい、これでもね、なんやかんやあの磨いてるというか、うん、はい、磨いてんすけど、これこのね、これに関しては、はい、初めてちょっとバーガンディ入れたくなっちゃって、あー色付きのこいつっすね、1909のバーガンディで、バーガンディなんてほとんど使わないじゃないですか。僕はあの普通のナチュラルっていうかあれ、いやもうね白いの普通の透明無色のやつで、はい、何色でもいけるやつって普通やるけど、はい、バーガンディを入れたくなっちゃったのね、これなんか、はい、なんか結構傷だらけだったんで、あの色々もう適当に入ってたんで、はい、その適当がまたいいんですけど、はい、だからなんかそれこれでやったらすごくなんか気持ちよくできたんで、バーガンディだけのために、はい、あのなんつうの、はい、こんな感じですよ、バーガンディ、はい、バーガンディ専用の、そういう専用、こいつも専用だから、はい、今までのやつ使っちゃうとそれがもうね使えなくなっちゃうんだよね。ああそっか、バーガンディつきまくって、はい、次のやつ磨きたくないじゃないですか。これでこれ磨いちゃう、そうだ、バーガンディだけ別なんですけど、はい、他のナチュラルとかブラックとかそういうのは好きないいやつでも何でも買った方がいいと思うんですけど、バーガンディなんてほとんど使わないんで、はい、この調味料100円ショップでちゃんと集めて、はい、100円ショップで買ってバーガンディ、これで磨くと、はい、もうすごく気持ちよく、はい、まあバーガンディ入れるなよって思う人もいるかもしれないですけど、まあ、俺はちょっとバーガンディで この靴は生かさせてもらおうかなと、はい、はい、つま先の汚れがもう気になるけど、これはこれでいいんですよね、まあ、味ってことでね、はい、まあ、チャンフィン君もこいつをこんくらいまでボログしていってほしいですね、はい、まだ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 綺麗ですね。そうですね、1回しか着てないから本当に新品に近い状態変ですか、はい、これ意外と重みがありますね。そうなんですよ、これ重いんですよ。重いですね、はい、ずっしり重すぎ、着応えがありますよこれ、これ、はい、これあれですね、普通に、はい、チャンフィン君も滑りますね、これ滑りますね、はい、ちゃんとこれついてるんで、はい、まだ僕はそこに実感してないですけど、一回滑ってもらいたいです一回一回滑ってもらいたいコンビニで、はい、コンビニで、はい、ツルツルしてる床はやっぱ危ないですね。ツルツルしてる床はです、はい、使っていくとこのぐらいボロくなっていくんで、すごい全然違いますね、まだ僕の新品。そう、ローリングダブトリオって見えるじゃないですか、はい、俺のもう見えないですからこんな感じになるんでもうすごい、もう削れまくってる、削れまくるんで、はい、まあでもサイド5はこれ僕サイズが26ですよね、6のこのスタン、はい、8っていうサイズなんですけど、他は全部 26.5 で8半をね、うん、履いてたんですけど、なんとローリングダブドリオのスタン、そしてキャスパーでした、はい、キャスパー、はい、キャスパーも8ということで、これはちなみに何ですか、8半ですか。これ8半ですね。ちょっとコッペンはどうなんだろうな、はい、ちょっとはい、俺全部ローリングダブトリオ26になっちゃうのかなってちょっと不安なんですけど、はい、まあでも僕もこれちょっと大きい、ちょっと気持ち、まあ気持ちゆとりはあるんですよ。でこの間このな、まだ僕は、はい、まだ入れてないですけど、この中敷きを、はい、いただいて、ちょっと、はい、中敷きがまた豪華な中敷きですけど、こちらをいただいて、これを、はい、まだ入れてないですけど、はい、まあきつくなった、緩くなったり伸びてきたりしたらちょっとこれを入れるわけですね、はいはい、それで、まあでもこれ紐が一応あるからね。そうですね、これもう絶望でしょ確かに、もしでかかったら、はい、このゴムをなんかもうなんかここで糸で塗ってこんなことしたくないでしょ、はい、でもだいぶあれですもん、伸びてきたっていうか、あれちょこっとは、はい、うん、なんか最初よりかはもう最初よりは全然あれですもん、うん、まあ、ほんとサイドゴアを履いて思ったのは適当に履く、わかります、もうなんか、はい、いつもの紐を締めてよし行くぞっていう感じじゃない、これはもう俺ここ絶対ここにこんな中入れたくないのに、はい、足履くとき このこれって、
中に入れたくないじゃないですか。確かに出したいですね。もう履くときもう勢いでこれ入ってもどうでもいいもんね。もうこいつが入っても何でも OK みたいな感じになっちゃって、入ったままでもいいかみたいになっちゃう。そんくらいこいつは今までのブーツでは一番適当に履ける、はい、けど適当に履けるやつがかっこいいですよね。この靴見た目が適当に履けてんのにジーンズに合うんですよこいつ、うん、もう何の洋服にでも合うんですよね。いや確かに万能でしょ。そう、万能。強いて言うならば超スキニーのズボン、はい、超細いの時だけはちょっとここはでかく感じ、あもっとタイトの履きたくなっちゃうんで、はい、超細いズボン以外はもう全部いけますね。めっちゃ万能っす。超細いズボン以外、超細いズボンで似合ってる人もいるかもしれないですけど、うん、俺の足の形には太ももふくらはぎの形には超細いズボンだと似合わなかったですね。それ以外は全部似合うことはもう確証されました。はい、あとでちょっと履きたいですね全部ね、今度なんかの時に、はい、履き比べつ、はい、履き比べ、はい、そしてあのあれあのなんだローリングダブトリオで、はい、俺キャスパー履いたじゃないですか。履いてましたね。 26.5 のナチュラル、はいはい、そして26の黒、はい、もうね、シャヒン君はそこで見てたかもしれませんが、はい、私こちらにはい、これ見えます、はい、ザ・ブーチャップ来ちゃいましたね、これ。なんと、はい、いやこれちょっともう、いやちょっと電話番号忘れ物ってか見れづらいですが、これこんな感じでね、予約表、予約というかもう内金、内金つんすか前金つんすか、そういうのもうお金入れて、はい、私ブラック8サイズ8、はい、いつか、はい、来ます。いつ来るんか知りません、はい、連絡待ちで、連絡待ちで、まあまあ8月とか言ってたか分かんないけど、まあ、ちょっとまだあの、ま、真夏にあの真夏に言ったらクソ暑苦しい靴がもうもう風通しの一番悪い靴がちょっとね届くことが決定しましたんで、ちょっとねもうこっそりやっちゃったんですよ、はい、それなんで私それまでこのスターも、まあでも多分ね用途が絶対違うと思うんですよね。キャスパーがスタンみたいに履けるかって言ったら絶対違うと思うんですよ。俺履いたんですけど、あれはかかとが落ちてよし行くぞってジッパーしてた時になると思うんですよ。これはもう本当にもうただ入れるだけですか。もう言い方悪いけどスリッパですね。あスリッパクラスの簡単さ、うん、今までスリッパクラスの簡単さっていうと僕エンジニアブーツがそれだったんですよ。エンジニアブーツってまあちょっとでかく見えるけど、はい、もうすげえ履きやすかったので、うん、コンビニ行く時とかもエンジニアブーツが楽だなと思ってたんですけど、はい、今こいつがもう完璧なもう一等賞です。これ絶対みんな一足サイドボアって持ってた方がいいんじゃないですか。はい、本当に便利ですよね。便利でかっこよくて、そう、はい、万能ですから。いやこのスタンはもう大満足でしたね、うん、大満足のスタン、まあ、色もバーガンディだったからこのバーガンディこの遊びもできてますからね。私は、はい、このバーガンディも、はいはい、これなんで、はい、ちょっとね、まあ、まだ3ヶ月ですから、はい、こいつがこれからどんだけボロくなっていくか、これが割れるところとかもちょっとみんなに見せたいんで、はいはい、経過をね、そうですね、ぜひとも楽しみにしててもらえたらと思います。はい、はい、それでねこう締めたいんですけど、はい、届きましたよ。お届きましたよ今年も、はい、皆さんも知ってますかこのユニフォーム、どこだよって感じでしょ。どこだよですよ本当に。ちょっと今開けます。僕も昨日届いたんでこれが、おほらもう中にこれ見える BBBB の11番つってできてますよ。名前が入ってますよこれちゃんと。すげえこれ、はい、ほら来ましたね。いや今年のユニフォームの柄どうなってんすかこのチーム。確かにすごい、今年はこんな感じですね。うわーすげえ、いやこれ派手だな、はい、な派手だな、うわーかっこいい、うわ BB と入ってますね。栃木シティの栃木、そうなんです。これねあのみんな分かんないかもしれないからちょっとこっちを、はい、これがはい栃木シティというねサッカーチームなんですけど、知るかってみんな思ってると思うんですけどこれ今カテゴリーでいうと J5 でございます。J1、J2、はい、J3、JFL、はい、で関東リーグのこの下のリーグがあるわけですね、はい、そこの5部のリーグ の、はい、この栃木シティ、これみんな今日初めてこれ初めて聞いたっていう人もいると思うんですけど、これがね
あの私キングオンズがオフィシャルサポーターをやってるチーム、はい、よかったらね、まあ栃木 SC っていう J2 のチームもあるんですけど、はい、これ栃木シティっていうチームですね。これちょっとぜひとも、まあ、覚えてても何ともなるか分かんないですけど、いつかもう J の舞台に上がってあなたの町に行く、はい、その時にあ栃木シティ来たなと思ってくれたらと思います。まあ、有名選手でいうと、いやこれねいつも意外とお金をかけて有名な選手で取るんですけど、今年もね、まあ、去年からいるんですけども、工藤ですね、工藤光平、この工藤光平はあれですよ、ジェフ千葉とかで活躍したあの工藤さん、すごく身長は166センチですけど、もう心臓ですね、この栃木シティの。もうね、工藤さん、これ一番前工藤さんですね、これも工藤さんですよ、これ、はい、今工藤さんピックアップ、あと左サイドバック阿部拓海とかいるんじゃないですか。チャンヒー君も阿部さんのファンですか。絶対知らないですよね。全然知らないです。いました、阿部拓海いました。これ多分左サイドバックだと思うんですけど、これもあれですよ、第二の長友って言われて、FC 東京時代に騒がれて、そこから横浜 FC に行って、僕横浜 FC 時代にこの阿部さんの試合はずっと見てましたんで、その選手がまさか栃木に来てくれるかと思うと今ちょっと嬉しいですけど、あともうコーチすごいっすよ、もう滝田さん来てますから。滝田さんですよ、浦和レッズのキーパーっすよ、浦和レッズのキーパー滝田、はい、そっから滝田コーチになって、はい、横浜 FC のずっとコーチ、どんだけいいキーパーを生んだか、はい、その後ずっとそれなんでね、もうその滝田さんはキーパーコーチで、はい、あの栃木シティに来たってことは、お負けないっすね、今年負けないっすね、今年ついに JFL 上がっちゃいますね、はい、JFL に上がれば来年鈴鹿ポイントゲッターズからあのカズのチームと栃木シティ試合になっちゃいますね。おーすごいっす、ね、カズと試合するには三浦カズとやるには今年ワンカテゴリー上げないといけないんで、はい、とりあえず今年絶対勝つということで、はい、頑張ってもらいたいです。そして僕は応援してるんで、はい、みんなも栃木シティ頑張ってくれって心の中で思ってください、はい、よろしくお願いします。お願いします。それでもうこれで終わりでもいいぐらいなんですけど、はい、なんと今これちょっとやばいんですよ、栃木県熱くないですか。栃木で8番目のプロスポーツ団体がついに始まるですよ、はい、子供のいじめ撲滅元気はつらつということで、なんと栃木シティ、さっきサッカーですけど今度これ栃木プロレス、やばくないですね、今栃木スポーツが盛り上がってますね。もうプロレス全然まだ盛り上がってないと思うんですけど、はい、まだまだだと思うんですけど、はい、まあこれはね、後ろは このゼロワンツー団体があるんですけど、この真ん中大谷慎二郎、これ大谷慎二郎知ってます、ちなみに大谷慎二郎、いや分かんない、分かんないですか、もうこれ超有名人っすよ、もう俺らの中だったら、もう田中将人とかでもすごいんですけど、この大谷選手とかがすごく頑張って栃木プロレスにも絡んできて、今一緒にまあ絶対栃木プロレスの時は大谷とか出てやってる、まあ、こんな感じでね、まあこれ見てる人はなんだかさっぱり分からないと思うんですけど、はい、栃木にプロレス団体ができたというね、発足したということでね、はい、まあちょっとこの経年変化からすげえ話飛んじゃいましたけど、はい、はい、まあ、プロレス会場行くとき、会場行くときに態度を入るか分かんないな俺、とりあえずプロレス行くときにもブーツ履いて張り切っていきますか、はい、はい、じゃあチャーミー君もそのコッペンを、はい、そうですね、コッペンのやっぱ経年変化見たいですよね、この今こんな感じだけど、はい、これナチュラルで ねすごい薄い感じだけど、はい、これがいずれどうなっていくか、はい、まあ、はい、ナチュラル楽しみだな、本当楽しみです、かっこいいけど、かっこいいですね、そっちもそっちのやっぱ、はい、ペンの良さがありまくりですね。それじゃあ、はい、皆様、これの3ヶ月報告ということでございました、はい、ありがとうございました。 BB でした。チャーニーでした。カメラマン平野さんでした。バイバイ、バイバイ。